おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。月火水は、ティーチャブルマシーンを使って、音声で機械学習というのをやっていて、今、絵も出ているように、マイクロビットとさらに連動させようということで、先週ちょっとやり出して、一応、音声の認識なんですけども、声をイエス・ノーを言うと、マイクロビット側にそのイエス・ノーの情報を受け渡すと。 まあ送信するっていうところまで行けました。で、まずは先週の復習ということでやっていきたいと思います。まずはティーチャブルマシーンに行って、この音声プロジェクトでやったんですが、これプロジェクト保存してあるので、ちょっとこれを開こうと思います。TMV Voice、うん、ですね。 えー、01これで保存しちゃうのでこれで開くと一応その作ったデータが開けるのでこうこれを開きましたでこれもう一度トレーニングし直すということになりますでトレーニングは少し時間がかかるんですが回っているとトレーニングができてで、えー、まあこれで YesYesNo の、の、no no。で、一応、これで反応していると。で、これをエクスポートしてというので、読み込み直すと、どうも URL 新しくなってしまいますよね。で、まあ、これでアップロードして、ここのリンクを貼って、で、これでまあ、そのまま JavaScript で動くっていうのが、まあ、先々週ぐらい確認して、 で先週はこれとリンクしてマイクロビットを動かすプログラムを作りました。で、それをどこに公開したのかなちょっと YouTube の前回の動画のリンクに戻り、戻らせてください。と前回の動画、これですかね。いろいろが概要集に、まあなんかランクアッにどんどん書き足しているのでちょっと見にくいんですが、 で、チャット g p t が書き込んだプログラムっていうのがこれで、はい。で、マイクロビット側に書き込んだプログラムがこれでっていうので、まあ、マイクロビット側のプログラムはまあ、マイクロビットで普通に公開してあって、まあ、シリアル通信を USB にしてあって、で、まあ、最初にハートマークになって、で、せうまく接続されると受信した結果、 の文字列を出してチェックが入るとで、これに送ってくるプログラムは、こちら側で、これ実行ファイルですね。私の GitHub のサイトの TM、Teachable Machine シリーズにあるみたいなので、GitHub に行きましょうか。GitHub の TM の中の5番でしたっけこれがもう動いている状態ですけども、5番。 このプログラムのインデックスですね。でしたよね。うんと。あ、NG。NG じゃない方をリンクしたかったんですけど、間違ってるのかな。うーんと。ありありゃ。ちょっと古いの見ましたか。 動画の管理。ちょっとこれ一般の方見れないさあの状態なんですが、まあ、前回これですよね。これの動画の、あ、そうか。1回前だったんですよね。で、それの1回前はうまくいかなくて、うまくいってる方はこれです。だからこっちじゃなくて、うまくいってるのはインデックス HTML なので、うまくいったのがまあこのコードということになります。でも、ここに、えー ティーチャブルマシーンのモデルの URL も埋め込まれていて引っかかったのはこのアウェイトっていう命令でなんかそれ関数の中で使うルールがあるみたいでそれをちょっとうまく使えなかったのでエラーになってしまったようなところがありましたで、えー、送って ているのがここでここにアウェイトがついていてうまくいかなかったんですがここでノーとイエスでビックリマーク付きで開業コードを使って送るとでこの開業コードを受信した時にこれですよねここの開業コード受信した時にとその文字列を読み取って書き出してチェックをつけるっていうプログラムがマイクロビットに書いてあります。 でマイクロビットを、これを、もうプログラム書いてあるので、これを電源入れると、とりあえず最初はハートマークがついて待機状態になると。で、まあ、これは許可してあげて、これでつながる状態になります。で、この状態で、このプログラムですよね。 このプログラムでまずコネクトマイクロビットしてあげて見えているマイクロビットをつないであげるとここにマイクロビットが接続されたマークがつきますでここにまあ,あと123とこれテス用とように2位の文字列を送れるようになっているのでこれを送ると今ここに123と出ています123と で、これはまあ接続して接続チェックのプログラムで、これが先週、先,先週ぐらい作ったのかな。先,あ先週の 1, 1週目作ったのかな。で、えー、これができたので、ここからマイクロビットのオーディオモジュールをつなげて動かすようにします。スタートボタンを押すと、で、これでマイクが使われて動き出します。で、今のこれが学習した結果の を判断で、私が普通に喋っているのは、まあ、バックグラウンドノイズだと。で、これでイエスっていうと、イエスがカウントアップ1回されます。ちょっと遅いんですけどね、NO。今97、97%が1回あったので、そこで入ると。イエス NO。NO。で、こう言ってるたびに、ここのマイクロビットにそれが表示されるんですが、 結構たまっちゃうんですよね。マイクロビットって表示が遅いので、これが終わってチェックでやっと次のやつを待機にモードになります。イエス。で、イエスが送られて、イエスがこれが表示中の間に次のノーって言っちゃうと、おかしなことになっちゃうと。ノー。イエス。で、一回ずつ増えたんですが、こっちに、 がが出た後イエス遅れてくるとこれをリアルタイムぐらいですぐ反応させるようにさせたいっていうのはちょっとこっちのマイクロビット側のプログラムになるんですよね。結局このアイコン、まあ、マイクロビットの話になるんですが、このアイコン表示とか、まあ表示しててもいいか。この このアイコン表示とか特に文字列表示とかはすごくおそ処理が遅いんですよね。で、この文字列が大量に入っていればそれがどんどん読み出してで、それが終わってからチェックになってで、このチェックも少し待ち時間ではないんですけど少し結構コンマ1秒か2秒ぐらいの時間のラグが出ちゃうとかいう感じがあるのでで、まあそれを今週いじっていきたいなと。 で少し反応を良くしてでい、えー、きたいというふうに思ってます。で、ここの処理もと今一つ遅いんですよね。これをそのままとウェブプログラミング道場で動くのかぐらいを今日試してみましょうか。 ウェブプログラミング道場。福野さんの。ウェブプログラミング道場に、前回やったやつが保存されてるんですが、これそのままですよね、多分。これ一緒だと思うので、これで動作確認してからやったので,で、ただ気をつけないといけないのは、ここを切ってあげないといけないんですよね。 これをブツッと切ると、これで見てみる。で、マイクロビット、うまく接続できるかな ?123 のセンド。あ、出てますね。一応、センド123で動いてます。で、えー、動いているので、これで音声スタートしますかね。 来ましたきました。マイク使用中になって。あ、若干早いかなあんまり変わらないかなぐらいですかね。Yes, no.Yes, no. 若干早いんですかね。で、このあたり本当に早くさせたければ、JavaScript の実行環境を と自分の PC に置いたりとかいう話になってくるかもしれませんがちょっとそれは本来から離れそうなので今、まあ、この形で進めさせてください Yes のここの文字の変わり方が若干 Web プログラミング道場の方が早いような気がするんですよねどう違うのか自分でもよく分かっていませんがまあ これぐらいのペースで小さいですが変わっています。で自分のサイトでやったやつはこれですね。でこれちょっとぶっつんしてつないで確認して で、スタートで、マイクが来るのを少し待って、マイク来ました。で、動き出して、一緒ぐらいですかね。Yes, yes, no, yes。うん、まあ、どっちがいいかっていうと、まあ、こっちだと、もう、私、まあ、この URL でえ公開してるので、まあ、私と声が違うので、 皆さん,うん、プログラム自分の声で作った場合は、どこを書き直せばいいかというと、プログラムはそのまま使ってもらってよくて、モデルのところだけ変わるんですよね。ここですね。21行の、マイクロビットちょっと消えてもらって、21行の、 この URL、これがティーチャブルマシンで作ったモデルの URL なんで、ここですよね。このちょっとな、あの、暗号みたいな。この文字列をご自身で作ってもらった文字列にしてもらえば、プログラムはそのまま使えるので、それで実行してもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。 なんかここをなんか変数で入れてどんなモデルでもできるようにとかしてもいいのかもしれませんがちょっとじゃ v スクリプトそうできるのかなインプットをしたときに URL がもうこれ一連の流れになっちゃってるのでちょっとそこまで改良する自信がちょっとないような気がしますただまあスタートボタンを押したときに動いているので うん、もしかするとここを作りここをうんと変数で読み込むようにすればいろんな人の声で作ったモデルを URL 貼ってもらってピッとやればいくのかもしれませんねはいということで今日は先週の復習ということでさせていただきましたはい まあ、マイクロビットを普段から使っている方で、まあ、機械学習をさせて、まあ、そのモデルを作ってるのは PC 側なんですけど、まあ、その処理を、まあ、PC の画面だけじゃなくて何かロボットみたいなのを動かしたいとかいう時には、まあ、非常に面白い動きをするんじゃないかなというふうに思うので、えー、こんなふうにしてみましたはいいかがだったでしょうか はい、このチャンネルでは毎朝朝6時に月火水はあティーチャブルマシン機械学習ですね木金堂はメタバースをテーマに国土交通省さんのプラトーというサイトで勉強していますもしよかったらですねチャンネル登録していただいて毎日毎朝お付き合いいただければと思います今日もご視聴いただきありがとうございました <music>